いろんなやり方あって、いろんな人によって先生によってとか全然違う、言ってること違うんだけど、基本的なことは自分の否定と自由ってそういうことだからね。いろんなこと言ってんだけど、先生は、ね、によって違うけど、基本は変わんないけど、基本は変わんないっていうのは、あんまりこう相手の方に詰めていっちゃったら、パッてきちゃう。こういうの嫌だよなって、そういうのね、それは基本だから、基本同じだからね。縮めてきたら持たれちゃってやられちゃうの。だから縮めないでこう先生も同じだ、同じこう詰めてるのを同じね。で、止める目的だ、止める目的だ、止める目的。これボカッとやる、いや、これ利用して彼は力入る、彼の力が入るように落とす状態で、いろいろあって、足とか姿勢まっすぐで、足自由掴んでくるってことは気にしろってことなの、彼。本当は付き合ってるのがこうなっちゃうのか。でも、付き合わない。付き合わないけど。そういうことね。そう、こう、こう切ってもいいよね。どうまっすぐ、まっすぐ。こういうところに行っちゃうと、他が見えなくなってやられちゃうっていうことになっちゃうから。こう切って、来た時に、自分はこう。こう、まっすぐ。そして、まっすぐ。で、いろんな方法あるの。いろんな。つなげとく方法とか、切る方法とかね。いろいろあるけど。こう切る方法ね。切る方法。切る方法。いろいろ。これも基本的な形なの。これ。ひょう投げって形。こう切れば、手返しにする。こう、切ってして、ボンってやって、ここが入ってくれば、イルミナルの形だ。基本的な形だから、こう気にしないよって、気にしないよって。本当は気にしてんだよ。気にしてるってのは気がついてるってことね。無視してるって言ったら、無視しろ無視しろって言ってんだけど、みんなここに来ちゃうから無視しろって言ってんの。だからここに来なきゃ無視しろなんて言われるんだけど、気がつけって言ってんだけど、ここ気がつくのが仕事なの。どういう状態っていうのはね、自分がどういう状態で持たれてるかっていうのは、相手と自分の気がつくのが仕事なんだよね。こう触って、気がついてる。気にしないんだけど気がついてる。ここを注視してないってことね。あまりフォーカスしてない。では、やりましょう。足の動かし。で、向こうで行ったんだけど、近いのね、相手。離れてたらできないの、これ。だから、四角ってのはここだから、彼が腰を回しても来れないように、回してきたときは、ほら、回し、ボカッて来ちゃうんだけど、これ、ね、ボカッて来たとき足一歩で引いて、こうにくればできるとかさ、ボカッて足もこう、回してきたときに、まあ、いろいろ、できへん。回してきたときに、こういうふうに入ってくれば、こう、動かないし。要は近いこと、遠くじゃできないの。できないの。転換と同じ。転換は重なってんでしょ。ここに入ってんの。ここに。ここに入ってんの。外に入ってんの。こうやって逃げてんじゃない。今度はこうやってんだよね。こうやって、こんじゃ足をいろいろさばくと、こう塩穂投げやったんだけど、塩穂投げこう近いの。で、足を今度このままこういうふうに持ってくると、こうできるんだ。足と相手との関係次第、相手とこう塩投げ先やった。終わった。後ろ入った。後ろってのは、こっちから来たら、こっちから来たらこっちだよ。こっち、こっち、こっち。
ってこい、本当はこの位置で自分の位置、元いた位置に落としていくとこうなっちゃって、こうこうやってつなげたままでもいいんだ、つなげたままこういうふうに入ってくると、ほらお尻が見えてね、相手のお尻が見えて、こうつなげたままお尻が見えて、お尻が見えて、お尻の下に待ってると来るんだけどね、待ってると来るよ。お、来た。来ちゃう前に、来ちゃう前に落としてお、待って来る前に落としたって何でも落としたの。あのこっちの方が気になるから見てるんでしょ、感じてるのね。これ感じないで行っちゃったら、これ手に行っちゃったら、僕はガラス気なんだから、ね、やられ放題やられちゃう。だから大事なのはこのやっつける手じゃなくて、こういう手、こういう足、それを大事に見てんの、ほら見て、あ、じゃあもう次来るよ、ちょっと遅れちゃったからね、次やばいなって思ってね、そういうだから来たる時では落としてんの、ほら落としてるって、そういうテンションかかってるってことね。じゃあいろいろちょっと足を変えて、今外入ったのね。今転換っていうのはあちらへどうぞだから、あちらだからあちら行ってくださいね、そういう形なのね。で引っ張っちゃうと追っかけてくるから、だからあくまでも彼はあちらへどうぞ、そしてさよならって、そういう風にやりたいです。それじゃないとこの手が気になるとお前やられちゃうの。だからあくまでもあっちってことは、なんていうのかな、彼を尊重してるの。あちらどうぞ、さよなら、そういうふうにやりたいのね。それからなんかやるって。あちらどうぞ。それで、そういうつもりで足がこう。彼はあっち行ってる。彼はあっち行ってて、あっち行って、だけど、こうなっちゃう。そういう形。これをあっちじゃなくて、今度こっち、今までずっとあちらどうぞやったんだけど、今度こっちからあちらどうぞ。やってんの。同じ。あちらどうぞ、ね。今度こちらから入るの。こっちからあちら。その時にこれが嫌なの。これが縮んでるんだけど、おっとっと状態、そういう風にやりたいの。で、これ持たれちゃったら、だから持たれ、そしてギュッて力入った時はおっとっと状態になってるんだ。ギュッて入った時はおっとっと状態。ここで持たれない。あ、やられちゃう、逆にやられちゃう。こうそして力入った時は自分がちゃんとこれ以上来ないでねってこうやってで、これテンションかかってこっちあっちやりたいから、これがないとボカってきちゃうで、こう緩んでボカってきちゃう。だからこういう、それから向こう、ね、内側に入って、内側に入るでしょ、内側、そう。いろいろ、見せる方法とかいろいろあるんだけど、こう、頭に入れてるほうが、そしたら、ちょっと、突っ張るよね、こう、テンション。こう、ほら、突っ張るよね。突っ張ったときに、自分が入ってる。そうすると、あとは、突っ張り込んできて、はい、とか。まあ、いずれにしても違う。要は天下となり、あちらへどうぞなの、あちらへどうぞとなる。で、こちらの場合もあちらへどうぞなの。だから方向は全部当て身も何もかにも全部こういう位置で当て身が入っちゃったら向こうへやることになっちゃうんだから。だからね。だから最初にた。これはこっち少しも行かないで、いつもこっち、テンションいつもこっち。
そしてこうなってからって意味だったらいいよ、向こうね、そういう話ね。それでテンションは向こう、向こうに出してる。であちらへどうぞ、こいつもあっちもこっち、テンションもこっち、こっち来ないでね、もうこっち、こっち、そういう話で、ここ、いや、じゃあこう来たら、こうまっすぐ機体に持ってくるの。ここ、こう隙間見えるね。で、こう、こう、こうやって足、手は動かさないでいいから、手はこうやってやらないの、つけといて、こうやってやったら、こうやってやったら、あちらどうなのね、ほんとあれ、あちらどうなの。そしたら、そしたらこの手、額につけちゃうの。そして腰をそのまま回してくるの。こうなってるな。こうやってやって、あちらどうぞ。額。つけてる。ここつけてる。つけたままで足。足、相手見えるよね。相手。ここに入る。少しは進んでてもいい。でも基本はここ、つけとく。手でやらないため。手でこうやってやらないの。腰がこう来たら、腰がこう回ってくるの。で、こう入るの。で、手、まあ、ついてんだけど。そして、それから、相手が崩れたら手離れていい。こういう感じでやりましょうかね。ちょっと一気の形になるけど。こうやって、向こう。こうやって、向こう。そして、額。足、ここつけたまま、足だけ入る。ちょっと崩れたら離して、よいしょ、でこう持つ、でちょっと一挙の形ね。そういうちょっと持ってこう来たらね、持ってる、ガチ持ってね、終わったらもうこう行っちゃう。だから自分はあちらへどうぞなんだから、あちら、それからこの額につける、それから腰を回してくる、一緒に。そうすると隙間ができる、間に入る、崩れちゃう、こうやってやる、よいしょ、これで一挙の形。これ以上はできない。じゃあこうやって向こうへやったんだよね。今は向こうへどうぞやってから額にして、それからこう来たんだよね。向こうへどうぞなんだけど、向こうへどうぞなのね。向こうへどうぞってやったときに、このまま、こういうふうに持ってきたの。こっちね、こっち熱い。こう来てんだから、あちらへどうぞなんだよね。あちらどうぞ。そしたら、この手、あちらへどうぞ、あちらどうぞ。ね。そしたら、外から持ってきて、こういうふうに、額持ってくるの。そして、これと一緒に、こういうふうに。あちら。あちらへ持ってきたと一緒に、こう持ってきて、こういうふうに。ある同じなんだけどね。要はこの手を外からこの手来るけどね、ちょっと待ってやらないでね。そいつこういうのそうそう、さっきはこっちか、あちらへどうぞやって行きたい。要はさ、こっちから行くか、こっちからこういう風になるか、こう来るか、こうやるか、違うだけだから。こうやったらさっきの形。こうやったら今の形。じゃあ、そういう話ね。じゃあ、ちょっとやってみよう。この内側から、こうやって。これ、いじみ投げの形。で、さっきは内から入ったの、内から。こう。これがないと来ちゃうの。ガラス機だからね。だから必ず今度はこれ使って、来ないでね、言ってから。そしたら、来ないでね、本当は向こうなんだけど。ね、そしたら外から、
5分外、足がさ優先してる、手が優先しちゃうと、手が優先しちゃうから足が優先してる。そして手は来ないでに言ってから、来ないでに言ってから外から自分の足が優先してる。手はどうでもいいね。それから来ないでに言うことと足が優先することね。来ないでね言うこと、それと足が優先いっぱい。こういう感じで、両方やっていいじゃん。こっちから回ってきたらこういう形。それをちょっと掴んでほしい。同じなんだけど、要は向こうからほらこう回ってきてるの。それからもう一つのは、こっち来たんだけどこのまま行ったらさっきの形なんだけど、途中からこっち入ったの。こっちから方向が違うだけ、こうやってるかこうやってるかだけだから、ね、入り方も同じ感じ。じゃあちょっと試して、こっち両方、こっち入るのとこっち入るのと2つやったんだよね今日ね。こっち入るのとこっち入っても同じ、こっち入ってこの同じ、こっち入って、それからこの木の終わって返してきて同じ、終わってきても同じ。要はこっち入ってこのままこういうふうに入ってきた、こっち入ってこうやってきたら同じじゃないの。だから外が内だろうと内だろうと同じだってこと、同じ技なの。同じ、全部同じだから、全部同じよ。同じ外に出てる、内に入ろうが同じね、でしょ。こういうところに出たんだけどさ、出たんだけどこうやって抜いてきて、こうやってこうやってきたら同じだよね。こうやって同じだよね。シャモ投げと同じだよね。手返しも入ってね、こうやって入ってきて、手返しやっても同じ。全部同じ技。全部合気道、全部同じなんだよ。それで少しやりましょう。どうぞ、足入れてください。